はい、どうもコバです。久しぶりにやってきました、バニーガーデン。いらっしゃいませ。久しぶり。かなちゃん、人気してた。何飲むの？僕のこと覚えてる？ごめんな、今日かなちゃんには興味ないね。とりあえずカシスオレンジでお願いします。私も何か飲み。お前にはやらん。右飲んなやってきて。右の黒髪の人攻略するから。僕髪染めてへん人が好きやねん。髪染めてる人苦手やねん。呼ばれちゃったから行ってくるね。ごめんね、じゃあね。よし来た。はい、ということで今回からこの方攻略していきましょう。いやー、一番見た目は可愛いね。さあ、名前も声も知りませんが、はじめまして。ちょっと髪の毛の色と保護色で耳が分かりにくいね。マカロン欲しい？高級マカロンあげるよ。初対面で自己紹介せず何も言わずにとりあえずマカロン渡すわ。はい、よかったらこれ受け取ってくれるかな。気に入ってくれるといいんだけど。ありがとう。あら、こいつはちょろい女の匂いがするぜ。みばかちゃんって呼ぶの難しくない？これみばかちゃん大事にしないと、ね、バカなんかな。頭悪いんかな。よろしく。はい、はじめまして。今気づいたんかな。はじめまして。あら、キリッとしてるね。イケメンイケジュやん。髪の裏側染めてる？え、髪の裏側染めてへん？これ青色に生きりすぎやろ。反射してるだけかな。自己紹介する？そりゃせえへんっていう選択肢あんの？自己紹介なしで進めても僕は一向に構わないけど。そうだね、僕は川田ハイトって言います。あ、敬語じゃなくていい？僕敬語がいい。リンちゃんの時もそうやったけどね、左のギャルの時もそうやったけど、僕敬語がいいんですよ。なんで敬語嫌がんの？この店の人ら敬語で行こうや。わかった。川田ハイト、仕事は友達の手伝いをしてる。友達の手伝い？ね、友達いいね。みばかちゃん友達少なさやからちょっと羨ましがるかもしれんな。うん、最近まで会社に勤めてたんだけど、ちょっとやらかしちゃってクビになって。クビ？そういえばそんな設定やったな。僕が忘れてたわ。うん、あ、ちょっとなんかマイナス印象。こいつからは金稼げねえなって。もしかして笑ってんのか？口元隠してんのってそういうこと？笑うな、まだ笑うなってこと？怒ってんの？これ怒ってる？怒ってない。え、初めて会った人に怒らない。まだ会話もそんなにしてないし。目がめっちゃ怖い。暗殺者の目や。人いうぐらい殺してそう。あのさ、はい、ハイト。ハイトさんね、年上やからだ多分。うん、なんかごめん。ああ、首相やん。首相な心がけやん。下手に出て、もっと。どういうこと？私こんな感じだから。はい、ハイト、楽しい時間過ごせないかも。確かに右の人と左の人と比べたらだいぶ暗いね。この仕事向いてないんちゃう？いや、そんなことまだわからないよ。知り合ったばかりなんだしさ。まあこういうのが好きな人もいるかもしれんな。焦らずのんびり仲良くなっていけばいいんじゃないかな。せっかく知り合えたんだし。はあ、ありがとう。ちょっとちょろいな。みばかちゃんちょっとちょろすぎるね。ハイト、優しいね。とりあえず褒めるときの言い方な、優しいねって。ハイト、もう少しお酒飲む？はい、飲むなら用意するけど。いただきましょうか。延長します。私の努力報われた。努力してたん？美味しいの飲みたい。全然喋ってなかったくせに。何飲む？ちょっと自己評価はね、自分には甘い人なんかな。これ結局好きなお酒で好感度も上がるし、高い酒の方がより好感度上がるって感じだった気がする。もう前プレイした1ヶ月ぐらい前な気するけど、今金があんまないんで、ブルーベリー酒とかなんか、今これ僕のお酒か。僕はとりあえずね、自家製レモンサワーで、私もいつものやつで。僕これいつものやつだから、僕がいつものって言ったら、これね、お願いしますよ、ビアカちゃん。ちょっとバカやから覚えられないかもしれんけど、バカちゃん、ブルーベリー酒とかなんか色的に好きそう。うん、これ、美味しいよね。どうや、これ、微妙か？そこまで好きでもない感じ？お、来た。みんな知ってる？モッドでさ、これズーム、さらにズームできるようになったんやで。僕、モッド入れてへんねんけどね。入れてへんねんけどね。なんか、モッドって入れながら実況したら、もしかしたらなんか、うおー、おっぱい。なんか怒られるんじゃないかとか想像してしまって入れんのやめた。
で、なんかご飯食べる？何好きやろ？サラダとか好きそう。こういうヘルシーな方が好きそう。右と左の人がちょっとそういうの好きじゃなさそうやから逆をついて。これ好き。どうや？やったー。そう、やったって言い方は好きね。僕も好き。うん。どうした？何か話したい？別に、うん、そっちから話題出してほしいな。こういうのをこっちから話題出すの下手やね。引き出しがゲームぐらいしかないからさ。ちなみに僕の引き出しの中に、僕引き出しにお金貯金してんねんけど、バカちゃん何段目の引き出しに入れてると思う？こういう話題しか出せへんよ、バカちゃん。そうだね。明日は晴れるかな。わからない。そらね、天気予報じゃないやからな。スマホで調べる？お天気アプリ開く？天気予報調べてみようかな。天気気になるの？そらね、一応明日の天気何するか、あれやん、傘必要かどうかだけは調べとくもんやん、普通社会人として。いやそうでもない、雑談のネタだよ。弱いな雑談のネタ。まだ僕の引き出し雑談の方が良かったんじゃ。あごめん、気を使わせた。ちょっと相性悪いね。陰キャ同士の会話って続かんからちょっと相性悪いね。私こんなんだよ、はい、ずっといいの？ちょっときついな。好きやけど相性は悪いって感じ。美和香ちゃん一番見た目好きやねんけどな。性格も好きやねんけど、ただ相性は悪い。いいんじゃないかな、まだ知り合ったばかりだし。変なのね。今笑ったね、笑顔可愛かった。あかんって、陰キャにそういうの言うと次笑えんくなるからやめたって。うん、ありがとう。めっちゃ恥ずかしがるやん。あんま褒められたことないんかな。まだ飲む？もっとお酒用意する？声がええな、声の質感がええな。ありがとう。まだ一緒にいてくれるってことだよね。一番 ASMR うまそう。何飲む？やっぱこれ髪の裏染めとるよな、違和感すごいわ。どうしよう、これ急に髪かき上げて前の方全部青くなって性格変わったら怖いわ。ちょっと自家製レモンサワーで。私もバニーパンチとかぞ、紫色、小腹カラーやで。バニーパンチ、うん、これ、美味しいよね。ちょっと微妙やな、この反応。ね、ちょ、右の、かなちゃん、久しぶりかなちゃん、元気してた？りんちゃんも元気？いただきます。いただきます。一気、一気。口に触れてすらいい日、今見ましたか？水滴の方に触れてすらいい日だね。楽しい？別に、別に、今からじゃないの。今これ会話のスタートやろ。スタートから楽しいって聞くのはおかしない？そうだね、楽しめてると思う。うん、じゃあよかった。いやイケメンやな。美和香ちゃんは楽しい？どうだろう、楽しいって言え。演技でも楽しいって言え。そこはでも嫌じゃない、ね、微妙やわ。そう、微妙な反応嫌やわ。なんで嫌じゃないの？滑る。わからない、なんでだろう。カラコン入れてる？なんか星型のなんかマーク見えるね、瞳の中に。あのさ、はい、星でもないか、あれ。ん？自信ない。はい、ハイト、本当に楽しい？楽しい言うてるやん。逆にもうこれ楽しいって言えんくなるやん。そ、実はってなるやん。ははは、大丈夫だよ、そんなことを気にしたくていいって。気にする？ハイト、お客さんじゃあ頑張ろう、もっと盛り上げよう。バカちゃん、楽しくないとダメでしょ。バカになろう。まあ楽しみ方は人それぞれだしね。まあお酒飲んでるだけで楽しいっていう人いるかもしれんな。若い女の人見て、見ながらお酒飲むだけでってだいぶ変態よね、それは。ハイト、変？誰が変態や。は、そうかもね。でも嫌じゃない。いっそ間にか、こんな時間か。今日はそろそろ帰るか。やばい、何もわからへんだ。バカちゃんのこと何もわからへんだ。陰キャってことしかわからへんねんけど、3ターン喋って一番攻略むずくない？またね、待ってる。でもちょっと話せばコロッといきそうだね。単純さはある、陰キャ特有の。こういう仕事してるからもうちょっと喋る人だと思ったよね。
なんかクールイケメン系やと思った。陰キャよりやったな、思ったより。適当にお金稼ぎつつ、はいはいはい、ショップで、あーラブカウンター買っとく、買っとくか。香水も買って、はい、よし、じゃあ次行きましょうか。はい、入店。さあ今日も始まる俺の癒しタイム。俺の心を癒せるのはここだけだ。前回あんま癒せてもらえんだけどね。いらっしゃいませ。休みじゃん、休みじゃん。何飲むの？ちょっと帰るわ帰るわ、バイバイ。オッケー、来た。この性格で胸でかいのちょっと違和感あるわ。まあ性格で胸のでかさは関係ないけどね。好感度全然上がってん。まあ、前回の会話的にそんな上がる要素なかったか。何飲む？セリフカットしちゃったから自分で言っちゃった。自家製レモンサワーで、これ好きやねん。私も何か飲みたい。その顔やめて。何臭い？今日風呂入ってこうへんから。ハイト、自家製レモンサワーどう？好き？これ好き。やったー。このスイカなんか喜ぶ時、やったーって言うかな。あーなかなか、ん？青いパンツ、なかなか特殊ですね。一気一気、下に捨てまーす。プレゼントあげる、香水。ちょっとお前も臭いからこれかけといて。ありがとう、大事にしないと。大事してや。うん。何考えてんの？どうしたの？首になった人。はい、そのなんでやでみたいな。そうだよ、そういう覚え方だったんだ。ごめん、名前。もしかして裏で首になった人っていうあだ名つけられてんの？小村さん、川田ハイト。ハイト、そうだ、ハイト。はい、覚えて。ハイト、また来たんだ。何、悪い？来ない方が良かった？あ、そんなことない。もうちょっと強く否定してほしいな。お金ないんでしょ？あ、気使ってくれてるや。大丈夫大丈夫、借金とかできるし、このゲーム。いや、今は手伝いしてるから大丈夫、心配しないで。仕事してるっていうんじゃなくて、手伝いって言うからなんか金がないように見えねんって。心配してない。心配はしてくれよ。そっか、大事にしなよ。はい、お金生きてくのに必要。まあ、最低限生きるだけやったらそんなお金いらんしな。うん、大事にする。大事にするんだったらこんな店来んな。でも大事なお金使ってくれてありがとう。これはちょっと嬉しいね。ははは、どういたしまして。っていうのもおかしいか。あ、また笑ってくれたて。それ言うだて、それ言ったらあかんて。ハイト、うん、ほーら気まずくなった。どうする？まだ飲む？話終わりかい。もっとお酒用意する？もっと金出すんでお願いします。ありがとう。極上ワインとかどうですか？私も何、あ、みさん、これ僕の飲む飲み物か。極上ワインとかどうですか？うん、これ好みがわからんな。美味しいよね。お酒にまず詳しくないからな、小村さん。ひょー、背中がバーって開いてるスーツとかないの？チーズサラメ、チーズとか好き？うん、これ美味しいよね。ちょっと反応が淡白やな。定食つかないの？痛いところつくれ。定食ではないんや、友達の手伝いって。主人公ハイト君、そうだね、やっぱついた方がいいと思う。どうだろう、定食つけるの？だいぶちょっと低く見積もられてるね、ハイト君の能力。つける。嘘でも言うとかな、カッコつかへん。おめでとう。おめでとうはついてから言ってほしいな。やっぱ定職についてた方が安心だよね。手伝いもいつまで続けられるかわからないし。そんなことない。そのリアクションなんか作り物っぽいからやめて。わざとらしい。定職でもクビになったでしょ、安心とか。確かにな。ない。ハイト結構やらかすみたいからな、仕事中は。確かにそうだね。だから焦る必要ない。はい、別に今と変わらない。なんか他の二人と比べてだいぶこっちの人生のこと喋ってくれるね。ちゃんと心配してくれてるからなあ。あんま人気なさそう。他のお客さんになんか
その話やめてってめっちゃ言われそう。バカちゃん。まあそうか、なるようにしかならないもんね。うん、どうする？まだ飲む？真面目な話ばっかやん。もっとなんかそのそっちの話聞きたいわ。私の努力報われた。努力してんの？努力してんのか。まあ無職と喋るだけでも努力か。私も、ちょっと安めのやつ、ジントニックとかどうですか？大好き。幸せ感じちゃってるね。安い女で助かるぜ。ジントニック、ジントニックとか飲んだことないわ。いただきます。いただきます。ありがとう。どんな家住んでるの？マンションかな、アパートかな。あー、失礼。普通の部屋だよ。普通？普通って何やねん。うん、広くはないけど一人暮らしなら困らないくらいの部屋。貧乏？まあ貧乏やね。定食ついてへんしね。お金持ちではないと思う。貧乏って言えよ、もうそこは。みばかちゃんはどんな部屋に住んでるの？普通。なんでやねん。普通？二人暮らしで困らない広さの部屋。なんかりんちゃんの時言ってたな、妹と一緒に暮らしてるんやったっけ。誰かと一緒に暮らしてるんだ。うん、妹。好きなん？ほうあからめて。へえ、そうなんだ。そう、妹さんのこと好きなんだね。妹って言った時表情が少し笑顔になったら、こいつなんか笑顔に敏感やな。僕も好き、妹。もうこんな時間か、そうそう帰らない。今から妹の話するんじゃないの？ハイト君もこのビバカちゃんルートコミュ障やん。なんか話が盛り上がらへんな。ほんまにこっちの話が多いから、なかなか他のキャラより攻略難しいかもね。失礼します。いらっしゃいらっしゃいました。来てくれたんだ、ありがとう。ちょっと仲良くなれたかな。何飲む？何飲む？じゃあ今日は僕もジントニック飲もうかな。はい、私も。お主もジントニックで。大好き。はい、幸せ感じちゃってるな。酒頼むだけで大好き言われんねんで。チョロいお店やで。このバニーガーデンのビミさ、いただきます。カチューシャみたいになってもちょっと嫌やな。あのサイドの線部分メインようにしてほしい。てかビミ別にいらんわこの店。あんまりバニー要素ないよね。バラの花束あげる。こんなんもらってもな、どこ置いとくでって話よな。ありがとう。妹と一緒に食べといて。大事にしないと。花って食えるらしいから。ミバカちゃんは休日は何してんの？来た、バカちゃんの話。妹と遊ぶ。お、公園で。バカちゃんもあんまりお金ないんかな。公園で妹と遊ぶ。そうなんだ。妹さんとは年は離れてるの？うん、まだ小学2年生。結構離れてるね。一応このゲームに出てくる女性はみんな20歳以上らしいんやけど、15年ぐらい離れてるんちゃう。へえ、結構離れてるんだね。妹さんとは何をして遊ぶの？かくれんぼ。隠れられるところあるか？今時の公園って。二人でかくれんぼ、なかなか。ははは、仲がいいんだね。私しかいないから。え、友達いい日の妹。え、両親。そっちか。事故で死んでいないから。ほぼ妹。萌えかには私だけ。バカちゃんルートだけ重ない。人の死とかなかったやんこのゲーム。ちょっと茶化せなくなっちゃったよ。そうだったんだ、ごめん。うん、別に。僕もあのあれ、僕もおじいちゃんとおばあちゃんもいい日から一緒やね。二人だけは寂しいね。二人で暮らしていくのは大変。そっか、バカちゃん一人で賄ってんのか。まあでもね、親の残したお金があるかもしれんけど、でもこんな仕事してるってことはあんまお金ないとは想像できるよね。二人で暮らしていくのは大変ね。ちょっと下は気持ち悪いな。二人だけは寂しいねってちょっと気持ち悪いな。二人で暮らしていくの大変。
これはちょっとお金見ついであげな。大変。私より萌香が。ごめん。まあ小学2年生で親いいヒンターなかなか大変かもね。力になるよ。キモいてはいと。キモいて出会って3回目4回目ぐらいじゃないの。うん、黙って金渡すぐらいにしとけよ。なあ、それは大丈夫言うよ。じゃあ生活の基盤はミバカちゃんが。うん。頼る人いない。左右の二人頼れへんのかな。リンちゃんとカナちゃんあんま頼りにならへんのかな。すごいな、尊敬するよ。すごくない。生きてくだけ。強い女に見えてきたわ。二人で。はい。ハイト、もう少しお酒飲む。やっとミバカちゃんのこと聞けたね。飲むなら。高めのお酒頼んじゃおうかな。ルスティとか頼んじゃう。私も何か。はい、もう一本ルスティで一緒にルスティ飲もう。お金あげる。はい。嬉しい。ボトル取ってくる。さあ、総代わりパンツは見せてや。ビルドだけはただやから。うひょー、うひょー。そう、なんかパンツからはみ出してる羽部分ちょっとダサいと思う。あの羽部分でかくなかった？あのひらひらってダサいよね。捨てんな。もうピザとか頼んじゃおうぜ。パフェとか、パフェとか。えい。大好き。おー。幸せ感じちゃってるな。えんやで。ミバカちゃんはこのお店は長いの？長い。え？キャストの中では一番。へえ、そうなんや。一番キャリアあるんや。そうなんだ。意外。まあなんか全員同じぐらいのキャリアやと思ってた。そんな年の差ないか、ないと思うから、そんな変わらんやろ、長い言うても。なんで？こんなだから。あ、確かに接客のうまさで言うとちょっとちょっとやけど。会話もあまりできないし、接客も上手じゃないからってこと。ハイトもそう思ってるってことやんけ。そうけど、ハイトバカ、はい、嫌い、もう来るな。そういうところやで。バカちゃん、そういうところやで。直していこう。私をそんな風に思ってたんだ。ああ、ちょっとひどいよな。いやーごめん、本気で思ってるわけじゃなくて、思ってるから口に出したやろ。いいよ、その通りだし。まあ、でもちょっと冗談言い合える仲になってんのかな、これは。ふふって、あ、俺をからかったの。うん、からかった。わかりにく、割とガチトーンやったやん。ファイト、もう少しお酒飲む？はい、飲むなら用意するけど。はい、そういう私の何、茶化すこともからかうこともできる人やねんな。ちょっと今まで人生が暗かったから、あんまり明るく振る舞うことに慣れてへんのかもしれへんな。私も。いや、やっぱこのひらひらダサいて。いただきます。はい、いき、友達いる？いるよ。仕事紹介してくれる友達が一応いるよ。いるよ。今の手伝いだって友達のつてだし、それは友達と言えるのかって感じだけどね。友達に言える？なんか仕事なくなってさ、仕事紹介してって言えるか。まあ言えるか。言えたわ。いるんだ、意外。ぶん殴ったのかお前。だいぶ失礼やな。なんで意外なのさ。仕事クビになるような人だし、友人関係でもやらかしそう。いや、仕事と友人関係はちょっと違うやろ。コミュニケーションの質がひどい言われようだな。そういうバカちゃんは友達いるの？いない。いいひねや。まあまあ、遊ぶ時間があんまなかったんやろなっていうのはちょっと察するよね。親が早々にお亡くなりになられてんねから。俺が友達になるよ。いらない。ショック。あ、いた。いた、はい、いたって。友達が？忘れるほどやったら多分友達ちゃうで、それ。カナとリン。あ、なるほど。二人は友達。なるほどね。ちょっと同僚やから友達ともちょっと言いにくいから忘れたっていうのはあるかもしれん。確かにこの三人仲良くしてるところあんま見たことないねんな。ここのキャストの二人か。うん、よかったね、友達がいて。よかった、ね、本当によかった。こういう仕事の同僚って仲良くなるんかな。
客のね、こんなお客さんいてマジだるいとかそういう話題するんかな。あのハゲうっとうしようなとか、ちょっと盛り上がりそう。おっといい時間だ。今日はそろそろ帰るとしよう、ね。また私のところにあのクビになった人来たいよとか言われてそう。またね。はい。待ってる。待ってて。オッケーオッケー。ちょっとずつ踏み込めてきたね。バカちゃんのこと。まあ、1パートでチェキ取れるぐらいには仲良くなりたいんやけどな。いらっしゃいませ。いらっしゃいました。来たんだ。珍しい人。ん？珍しい人？何飲む？そこについては突っ込んでくれへんねや。珍しい人？私も一緒に飲んでもいいかな。クビになってこの店に入り浸るのは珍しいか。ジントニックで。いや高い酒頼むか。ちょっと森さんとかどう？嬉しい、はい、ボトル取ってくる。私森さん好きやねんって顔してるわ。職場に森さんっていう人いるわ。わあ、ちょっと白いパンツ、白いパンツ。ええよ、オタク受けいいよ。いただきます。はい。いや、職場で森さんっていう寡黙な人がいるんよね。たまにそのなんか歩くときに一緒になったときに、今日定時で帰れるかなっていうことしか喋らへんねんな。森さんとはその話しかしたことないもん。定時で今日帰れるかどうか。バカちゃんは今日定時で帰れるかな。てか定時って何時だよ、この店。ぬいぐるみあげる。いいの？うん。ありがとう、はい、大事にしてね。妹にあげてもいいよ。普通に嬉しいと思ってしまった。あんまりその一言いらんかな。なる、今までのプレゼントあかんかったんかな、もしかして。休んでる？はい。仕事忙しい？今日休日です。日曜日の昼間にこんなゲームやってます。大丈夫だよ、心配してくれてるの。働け。あら、お金ないでしょ。くさ、クビになったんだから。こういうちょっと辛辣なこと言うのが面白いと思ってんのかな、バカちゃん。はい、働きます。バカちゃんはちゃんと休めてる？うん、大丈夫。でも休みの日も外に出てるんだよね、確か。あ、妹と。ここで母ととか言ったらだいぶ怒られるよな。そんな攻め方僕にはできひん。妹と公園でかくれんぼ。グーッ。覚えてるんだ。そりゃね。休日は妹と遊ぶ。楽しそうだけどさ、体は休まないんじゃない？うん、でも大事だから。そうやね、萌香との時間。今が一番小2やろ。今が一番大事な時期の可能性もあるからな。萌香が笑うと嬉しい。疲れもなくなる。僕が近くにいるとどう？僕の笑顔はどう？疲れる？疲れるから接客やもんな。そっか、それなら何も言わない。でも無理はしないでね。美和ちゃんが倒れちゃったら大変だし。はいと、何様？お客様。ごめんだよね、俺みたいなのがそんなこと言う資格なんて。からかったんだね。はいと。面白い。やっぱちょっときついこと言うのが面白いと思ってるわ、バカちゃん。あかんて、それオタクの悪いところやって。もう少しお酒飲む。それ繰り返していると急に嫌われることあるからね。私の小村さん経験あるから、経験談やから言っとくわ。あんまりそれ連発せん方がいいで、ほんまに。幸せ感じちゃってるな。幸せ感じちゃってるとか、あんまそれ口に出すことある？心の中でつぶやくセリフじゃない？パフェ食べる、パフェ。ええ、大好き。はい。ファイト、何が好き？食べ物。チーズかな。こういう時ってさ、頭にチーズよぎるんやけど、なんか違うよな。チーズって単体で食べることってあんまないやん。だから僕チーズバーガーとか言うんよね。チーズ牛丼とか、そういう商品名答えた方がええんかな。でもチーズでもええんかな、そこらへんよくわからへんよな。なんだろう、割と何でも食べると思うよ。ファイト、言葉わかる？何が好き？ちょっとハイト君はっきり言わへん時あるからな。ちょっとそこらへんあかんよな。直していかなあかんな、ハイト君も。ごめんね。ごめん、答えになってなかったね。でも、なんだろうな。本当に思いつかないんだよ。シチュー。ね、何、チューしたいの？あ？バカちゃんはシチューが好きなの？好き。熱々のが。へぇ。やけどするくらいの。僕、シチュー夕食出たらちょっと微妙やなって思っちゃうかも。
あんまり腹満たされへんから主食に見えへんねんな。そうなんだ、ビーフシチュー、それともクリームシチュー派？なんかカレーっぽいシチューあるよね。あれビーフシチューやったっけ。ご飯に入れ、ご飯に入れちゃう。もうこれカレーやんって思って。ブッフブルギニョ、何人？映画俳優かな。人の名前じゃないそれ。ブッフブルギニョ、何それ、海外のアーティストか何か。違う、バカ。ブッフブルギニョ、ちょっと調べる。だいぶおしゃれなの出てきたで。これブッフブルギニョンって言うらしい。うまそう。てか高そう。バカちゃん、こんなん普段食ってんの？ビーフシチューの一種なんやってさ。ただこれ知らんだけでバカ言われるのはちょっときついて。バカちゃん、バカはマヤ。ブッフブルギニョン、フランス、ブルゴーニュ地方のビーフシチュー。日本人の1割も知らんと思うで。マジでそれでバカ認定するのは良くないと思うよ、バカちゃん。そうなんだ、初めて聞いたよ。バカちゃんってもしかしてグロメ？ふふん。かわいい。ファイト。もう少しお酒飲む。はっきり答えろや。バカちゃんがさっきハイトに向かってはっきり答えろ言うたんやろがい。ふふん、ふふん。笑ってまうで、笑ってまうで。いただきます。はい、すいません。あらかわいい。ファイト、趣味何？ゲーム実況かな。ドン引きされるかな。配信とかしちゃってんねんって。趣味か、趣味って言える趣味はないかも。広く浅くって感じかな。人間が浅い。あかん、ディスリゲー覚えちゃってる。バカちゃんディスリゲー覚えてるって。 ひどいなバカちゃん。じゃあバカちゃんには高尚な趣味があるの？ふっふん。すごく勝ち誇った顔してる。なんやろ、当てる？妹と遊ぶやろ休日で。今判明してんのはグルメかもっていうところ。食べ歩きか料理か。料理や。妹にうまい飯を食わせたいっていうのにもつながる。手料理。はい、と来た。当てて。私の趣味、これは自信あります。料理です。来た。料理とか正解。OK。 食べるのも作るのも好き。完璧な考察やったね。料理趣味。料理趣味はでも普通に好感度高いね。男でも女でもプラス印象しかないよな。そうなんだ、上手なの？毎日萌香のお弁当作って。すげえ。美味しいって言ってくれてる、ね、まずいとは言えへんよそんな。たとえまずくても。いいな、俺もバカちゃんの手料理食べてみたいな。4000円、お弁当一つで。この店通えるぐらいだったらいけるな。え、お金取るの当たり前やろ。取らへんと思うお前がなんやねん。まあ食費とかもあるし、手高くない？愛情入ってるから。もう好きやん。その分。バカちゃん僕のこと好きやん。僕のこと思いすぎてバカになってるやん。俺の弁当にも愛情を入れてくれるってこと？4000円分だけ。十分やん。ね。4000円分の愛って結構あるで。結構あるよ。ねえ、ハイト。はい、私欲しいものがある。あ、はい。なんすか？お金かな？お金かな？思い出。あ、チェキ。ほう。ハイトは欲しくない。ね、だろ？ね、アンに追加料金くれ言うてんなこれ。2000円か。このチェキ以上の愛があるってことやろ4000円って。やった、移動するからついてきて。そうなんでやねんってポーズ好き。そのポーズで写真撮りたいもん。そこにコモナさんの頭当てたいもん。あらかわいい、演技がうまいね。どうかな。いいやんこの顔。なんでそんな困ってんの。あ、かっこいい。あ、やっぱ決めポーズがええな。どうかな。やっぱでもさ、かっこいい写真撮ってあげたいな。やっぱポーズ言ったらこれやろ。眩しいって。ほら、小村さん、小村さんのことが眩しくてもう見えへんって。このスター性、私負けるわって。眩しすぎる人としての眩しさが違う。まあこういうことよね。ちょっと角度悪いな。ちょっと角度悪いわ。もう一回もう一回。これでいい。あ、遠目もいいな。遠目もありちゃう。誰のパンツですよって分かりやすく。あー、うーん、まあ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 いいやろこれで。
やっぱ全体像落ちたらな、人として人じゃないかもしれないからね。どう、上手、こういうのが好き。うん、好き褒めてくれていいよ。そういうこういうなんかアホっぽい構図好き。こういうのちょっと得意。また来て。こちらこそありがとうございます。うん、こちらこそ今日はありがとう。まあ、今回この印象かな。まあ好感度はまだ1ゲージも溜まってへんけど、なんとかチェキまではいけたね。まあバカちゃんなんか思ったより喋れない人やったな。で、思ったよりその背景が重いっていうのが良かった。他の2人いない感じで、このままハードな話にはならへんやろうな妹が倒れちゃうとかそんな話にはならへんやろうな。まあまあまあ、追加の会話に期待かな。ということで、はい、まあ、次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。